さんどうもこんにちは、ジムタムです。ということで今日はですね、ある検証をやっていきたいと思います。じゃじゃん、いつも聴いてる音楽ならフリースタイル上手にできる説。イエーイ。バズのイベントとかでも僕フリースタイルやらされたりしたんですよ。本当にやりたくなかった。まあやんなきゃちょっと空気読めないやつみたいな感じになっちゃうと思ったんで頑張ってやってみたんですけど、うまくできなかった。うまくフリースタイルができなかったんですけど、それは僕のあんまり聞いてない、いつも歌ってないフリースタイルビートだからできなかったって僕は思うんです。言い訳じゃないです。それではレッツゴー。ビートはこちらです。この曲は何かと思う方もいるかもしれません。でもこれはですね、実はジンダハウスのいつも使っているエンディング曲、そのフルバージョンフリースタイルでやっていきたいと思います。聴いてください、ジムタのエンディングソング。いくぞ！JIL のエンディングソングでラップかます。俺楽しくやれば OK だけど、こんな感じにフリースタイルもっとやっていかないと相手をディスる、そんなことより楽しんだ方がいいでしょう。だから俺はもっとフリースに行きたいよよ、太陽のようによよ、大元気行きたいよよ、太陽浴びたらよよ、太陽浴びたらよよよよ、イントヨなら僕はよ、イントヨな難しいメロディーだけども関係ない、テオくんがいいなら僕はヨー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 、ラップはヨーヨー言うけどヨーヨーばっかり言ってるだけでは言いたいことも関係ない。ケンタさっきまでも言っていた、ドンテサマスターマスオールドワンダー契約しようヘッドマン売れてきた証拠だから俺は楽しめる、関係ねえよ、どんどんこんどん炎上関係ねえよ、楽しい関係ねえよ、だけども周りの目も気にしなきゃいけないね、楽しくやれ OK、 楽しくやれ OK、もう疲れたけれどエンドロール、夢の中にきっと聞こづらいけれど、いつかは今みんな僕らを飽きてしまうのかな、心配だけれどみんなの目が僕を見ているうちは楽しまなきゃいけないよね、楽しませなくちゃいけないよね、笑顔いつも配信中、だからも会心中、俺らは進んでいく、みんなのためにももっと俺はシナモンとゴロゴしたい気持ちがたくさんあるよ、だけどもカンゴールやるのはカンガール、うん、Yeah、 長すぎこのビート、長すぎこんなトラップ登るけれど、フリースタイルならなんだって大丈夫、乗り方だって関係ないからもっとゆっくり歌えるよね、僕はこの気持ちをみんなに伝えるために歌うよ、この気持ちは何だろうな、モヤモヤしてるけれども恋かしら、あーあ、カンゴール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 、カンガールカンガールカンガールカンゴール、このブランドよく読み方わからん、カンゴールなのかカンガールなのかわからんよね、この曲はいつ終わるのかな、トラック ADC 今はクレヨンハート、昔エルカジ組んでただけどもそれは昔の話、今は世界ピースピースに行こうよ、だからもっと楽しいもんよ、こうやって低いラップでもかましていくんだよ、ラップは言葉だからみんな大丈夫、みんな楽しく OK、 笑顔振りまいてく、それが俺たちの仕事 OK、 だからこんな感じを歌う、フリースタイルでも歌う、この声が届くなら君の元へライブしていくから、いつまでも君のことを見てるから大丈夫、こんな気持ちじゃね、出会える奇跡二度とない、ずっともっと最高の笑み、ずっともっと最高の笑み、嵐応援してるよ、吹き出ること願うよ、いつでも待っているから、スマップもいつかまた、ね、みんな一緒になってスマップ組んだらいいと思うよ、 Whoa!